やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。どうもこんばんは、スタミジャパンでございます。今日は X でもね、事前に言ってた通りマットレスの案件配信をさせていただきたいんですけれども、内容といたしましては催眠術師の方をお呼びしております。頭痛い、どうなるのか分かんなすぎる。というわけで、今回ね、寝るマットレスさんを、紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こちら、座ってるのが今これ寝るマットレスですね。こちらでございます。自分もね、このマットレスを使ってもう1週間が経ちました。これ自分家のそのまま持ってきました。今回のテーマが睡眠ということで、自分の家の感想とかそういうのを含めてお話できればなと思っています。睡眠といえばね、睡眠でございます。なんで催眠術師さんを呼んだか分かりましたね。皆さん方向性は完全に理解したところで、催眠術師さんの細野さんに来ていただきました。よろしくお願いします。すいません、こんな特殊な配信に、はい、すごいこんなふかふかなところで催眠やるのも初めてですけど、はい、どうもこんばんは、催眠術師の、ありがとう細野です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、ちょっと足崩して、ね、全然もうリラックスしていただいて、今回その催眠術にかかるっていうその、はいはい、コンディションでいうともう100点に近いような、いやもうすごいなんかコンディションはこんなにねリラックスの体勢ができているような。ちょっと一旦なんかその、はい、寝るっていうところに行くまでに、はい、催眠術とは何たるかっていうのは視聴者の方々に理解してもらうために、はいはいはい、導入というか、はいはいはい、催眠チュートリアルみたいなところを何個かやってからがっつりやってもらおうかなっていう感じで。了解です。もう笑いなんて一切なし。この配信自体がもうすぐ一瞬で寝てしまってポンって終わって、はい、ガンってすぐ寝てガンってもうすぐ寝てもいいと思ってるんで。でもここは本当すいません、はい、かかってなかったらもうリアクションとか取らずに、それはそうですね、いやもうそこはかかったふりする方が、そうですよね、苦しいと思います。そうですよね、そうですよね、2人しかいないので逃げ場がないというどちらもかなりギクシャクした配信になってしまうので、かけれない人と寝ない人みたいになって、その気まずい2人がずっとこうずっと映し出されるっていう配信になって、僕が気絶して寝ちゃうかもしれない。何もできなくて、導入からもういつも催眠術をかけるときにどういうことをやってるかとかでもあると思うんですけど、はい、そこからちょっとお願いしたい。はい、じゃあまあ催眠術よくわからない人からするとなんかね、はい、テレビで芸能人がやっちゃってんねみたいな。そうですよね、立ち回ってんねーっていう、あーなんかすごいギャラもらったのかしらみたいな、そういう感じのねイメージがあるじゃないですか。ありますね。あれはテレビっていうのはね、いろいろ編集とかして、うん、大事な部分、この催眠術をかけるまでの導入とかをこうすっぱ抜いてるわけですよ。うん、なるほど。急に不思議なことをやりだすから、やっぱり変な人に見られちゃうし、あ、やってんなってなると思うんですけども、なるほどね、なるほど。実際催眠術っていうのは本当にかかる人はかかるんですけど、はい、何かっていうと催眠術っていうのは想像力なんですね。人って誰しも想像力あるじゃないですか。あります。どんなものでも想像するじゃないですか。あります。その想像してる力を喋りとかこう体触ったり動かしたりとかして、うん、普段思ってるよりも大きくしてあげる。想像をもっと引き出してあげる。うん、そうすると自分が頭で思ってるよりも体が不思議な行動を起こしちゃう。おお、なるほど。自分の想像以上のことが起きちゃうから体が固まってしまったり、例えば味が変わっちゃうとか、うん、で想像するために何が必要かっていうと、周りを気にしない集中力、もう自分の想像の世界に入ってもらう。そしてあとはリラックスすることが大事ですね。はい、リラックス、もうだからもう集中してる以外はどこにも力入れない。そうですね、今ですよね、うん、もう今に集中する、今集中&リラックスしてもらう、はい、出来上がってきました。そういうことができると、まあ、かかりやすいかな。はい、わかりました、思います。じゃあまずはまあ、皆さん楽な姿勢、もうこれはもう楽です。ちょっと、そうですね、マットレスのおかげでかなりリラックス状態に入ってます、
じゃあ目をつぶっていただいて、まずは深呼吸をしていきます。肩下がりますね、はい、鼻から深く吸って口から長く吐きます。たくさん吐いてください。たくさん吐く、いっぱい吐く、いっぱい吐く、吐き切る、吐き切る、中身空っぽにしていく感じです。そうです、そうです。鼻からいっぱい吸って、鼻から吸って口から吐きます。吐く息と一緒に体の力を抜いていくイメージです。息を吐けば吐くほど体の力が抜けていくよっていうイメージで息を吐いて、首の力、肩の力、背中の力、今固まってるなっていうところがほぐれていく感じ、緩んでいく感じ。そうです、そうです。鼻から吸って口から吐きます。どん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 力が抜けていくことでリラックスしていきます。とっても心地がいいです。はい、それでは目を開けてください。じゃあまずは利き手を出してください。利き手出しましょう。利き手を出したらですね、指を伸ばしたまま握ります。丸め込むんじゃなくて指を伸ばしたまま握ります、うん、そしたら爪の方を自分の顔に向けてください。で、どれでもいいです。自分の一本だけ決めて、その爪だけを集中してじーっと見て、一つだけ決めて、その爪だけを集中してじーっと見てください。爪だけを集中してじーっと見たら、今手握ってますけども、その握ってる力を 100% の力で握ってください。どうぞ。 100% です。ギュー、そうです。そこだけを見ながら 100% です。相当力入ってるので手震えてる人もいるし、爪の色も変わってる人もいると思います。でもそこだけ見てください。今 100% で入っています。では今から僕が言う数字にゆっくり力を抜いていってください。今 100% です。じゃあ90まで抜きましょう。 10% だけ、まだちょっと力結構入ってます。じゃあ 80% までいきましょう。また 10% だけ抜きます。 70% まで、 10% ずつちょっとずつ抜いてます。 60%半分ぐらいの力、50% だなと思った瞬間に、その形のままこの手固まってしまって、手を開けたくてももう開け方がわからなくなります。ちょっと待ってね、他の人は開かないと思います。いやでも開くわ俺。どうでした？でも途中まで開かない、途中まで開かない感じはあった。開かない感じはありましたけど、工夫したら開く。俺は工夫したら開く。うん。じゃあ違うのやってみましょう。はい、キツネ作ってください。はい、キツネ作ってください。はい、今度は狐の口をこう自分の方に向けて、狐の口だけをギューッと、狐の歯食いしばってる感じ、ギュッと。じゃあそこだけ見ましょう。だんだんここに力が溜まってきます。狐の口の先の部分に力がどんどん集まって、その感覚めっちゃあります。その集まってるのがどん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 大きくなっていくと、それがだんだん強くなっていって、まるでここに紐をぐるぐる結んだように、接着剤、瞬間接着剤でギュッて くっつけたように、ここがギュッてくっついて、そのまんま狐の口開かなくなります。狐の口開けたくても開きません。開きますね、開きますね。今日今日は食いてるんだ。今日は食いすね。あれ、じゃあちょっと違うのをやりたいと思います。はい、このこんな、はい、どうしました？こんな、さっき言いましたよね、催眠術バカにしてないよって。バカにしてない、今、令和ですよ。令和ですよ。わかりやすいでしょ、これ。すごくわかりやすいやつあるんですね。はい、そうです。わかりました。それは入り口としてね、あなたはだんだん眠くなるとかではなくて、ああ、何だ？ではなくて、これをスタミさんに持ってもらいます。はい。自分で持ってください。はい。コインを自分の目線の高さに持ってきてください。はい、なるべく動かない。今から僕が言ったことを頭の中で想像しながらコインだけをじーっと見ててください。想像力が大事です。あなたは公園にいます。公園にいてブランコを見つけて、そのブランコに乗ります。ブランコに乗って漕ぎ出しましょう。ゆっくり前後ろ前後ろとゆっくり漕ぎ出すと、どん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 コインがそのブランコのように
前後ろ前後ろと勝手にどんどん揺れていく。ちょっと待ってください。もう一回、もう一回。すごい、どんどんこう。ちょっともう一回リラックスできる、うん、あれです。次に、音楽室にあるメトロノーム。左右にカチカチカチってこう鳴るメトロノームを頭の中で想像してください。ブランコはもう降りてもらって、メトロノームを想像してもらってください。右、左、右、左。すげえ。カチ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 を想像すると。あ、こっちの方が想像しやすい。え、すげえ。さっきまで縦揺れだったのが勝手に横揺れに変わっています。勝手に揺れる時点で想像が反映されてるわけです。今めっちゃメトロノームに想像してみてます。はい。すげえ横なんだよね。はい、ありがとうございます。え、よかったメトロノームだったから。うん。俺もちょっと一安心です、これは。ちょっと、催眠術の何たるかは、ここで理解したなというところで。はい。マットレスの紹介。そうですよね。メインはそっちです。そうなんですよ。僕がいっぱい喋っちゃった。はい、いや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 。いや、この後、一番大切な催眠が待ってますから。ああ、わかりました。はい。まずはですね、寝るマットレスが一体どういうものなのかということを、催眠術さんにも知っていただきたいということで、LINE でやっている睡眠診断みたいなものがあると。ちょっと早速やってみましょうか。はい。誰でも友達登録をするとできるんですよ。普段からもともとめちゃめちゃ言ってるんですけど、僕、不眠なんですよ。あ、そうなんですか。そもそも眠りが僕の一生のテーマで、不節制だったり、不規則な生活をしすぎたせいで、寝不足、の眠りが不規則。で、眠りを良くするために出会ったのがサウナであり、うんうん、寝る30分前、デジタルデトックスでスマホとか電子機器見ないんですよ。うん、なるほど。ぐらいまで睡眠にかなりこだわってるんで。はいはいはい。家族構成を教えてください。一人暮らしかどうかとかかな。なるほど。睡眠時間について聞かせてください。6時間以下。6時間から8時間。8時間以上。マジで8時間寝れる人羨ましい。ああ、もう全然寝れてない。俺はね、本当に寝れないんだよね。マンションなんですけど、はい、廊下の人が朝、出勤の音で起きるんですよ。あ、もう。ただの足音とエレベーターが来ることで。気になっちゃうんです。もう気になっちゃうんですよね。夜中に何度も起きることがありますか。もうさっきのことですよね。うん、そうですね。かなり気になっちゃう。はい。仕事中、日中に眠気に襲われることありますか。これに関しては、俺はもうほぼほぼ週6ぐらい昼寝は必ず取ってます。あ、でも昼寝はできるんですね。昼寝は取ります。はい、取れるっていうか、睡眠が浅いからこそ、昼寝がないとやってらんないですよ。なるほどね。十何分でもいいから。絶対入れないと、その、睡眠を取る日と取らない日の僕のコンディションっていうのは全く違うんで。もしたら、あなたの診断レベルはこちら、診断結果はこちら、睡眠の質。危険レベル。危険レベル。危険レベル。はい、危険レベルでございます。あら。良い睡眠が取れていない可能性あり、かなり危険です。睡眠環境を見直しましょう。ということで、マットレス1週間ぐらい使ってるんですけど、はい、このところもうめちゃめちゃ良くて。あ、寝れてる。実際もうこれ、使ってるんですけど、柔らかすぎるやつが俺ダメなんですよ。ああ、ちょっと硬くないと。ちょっと硬くないとダメで、はいはいはい、なんか柔らかい低反発のとか買うと、逆にベッドの中に体埋もれて、沈んでっちゃって。沈んでいっちゃって、はいはい、寝返り打たなくて体バキるとかめっちゃあるんですよ。なるほど。俺もうマットレスとか買い漁ってるんで、うんうん、体埋まっちゃうとかもう避けてる中で、これめっちゃいいっす。なるほど。という説明をちょっとしていきます。はい、家具の産地として知られる、福岡県大川市の歴史のある、設計会社との共同開発でございます。40年以上の寝具を研究してきた老舗とタッグで理想とする上質で高品質、低価格を実現したのが、この寝るマットレスになります。ということで。寝返りに特化したコイル構造となっております。これがめっちゃ嬉しい。あ、さっきも言った通り、その体がベッドに埋まんないっていうのがめっちゃ嬉しくて、なるほどなるほど。独自のコイル配列により背中と腰部分の反発力を高め、自然な寝返りをサポート、血流を阻害せず腰痛や肩こりなどの原因となる体の負担を軽減してくれます。うん、超高密度のコイルによる、優れた、体圧分散導入されている代表的なマットレスの倍以上。倍以上。1734個の、ポケットコイルをふんだんに使用しております。どんな体型でも、適切に体圧が分散され、自然の寝返りをサポートしてくれます。さらに、コイルが独立して体を支えるため、隣で寝る人の振動も気にならないということで。隣が沈んでても平気。隣がもうすごい荒々しい寝方をする方。はい、こちらですね。じゃん。
これがマットレスの中となっておりますね。この中のバネっていうのが普通のバネだともうむっちゃでかいんですよ。うんうんうん、これが普通のバネ、はい、あ、なるほど、ね、もう硬さも全然違うし、やっぱりこんぐらいでかいと一個一個のバネが支える体重っていうのがでかくなるんで、うんうんうん、そもそもこのバネの強度っていうのを高めないといけない、うんうん、からこそ硬いやつ、はい、バネっていうのは硬くなってしまうんだけど、バネ自体の個数を増やしたから一個一個がこんぐらい柔らかい素材でも問題ないんですよ。なるほど。だから寝た時のこの痛くない硬くない硬くないんですよね、寝心地っていうのが。バネがしっかりと低反発で押し返してくれるんですけど、しっかりと寝心地はありますよっていう製品になっております。こちら、はい、独自の13層構造による滑れた通気性、薄いウレタンと不織布を、交互に重ねることにより高い通気性、耐久性を保持、優れた抗菌防臭効果を発揮する素材もふんだんに使用し、不快な匂いやカビの発生を防ぎますということで、うん、これはありがたいですね、うん、10年間の耐久保証サービスを提供、使用する中で3センチ以上のへたりが生まれてしまった際には保証期間中であれば無料で修繕もしくは交換までしてくれるというわけでございます。え、これ10年間ですか？10年間保証、すごい。そして、今回の配信キャンペーンということで、10% オフの特別価格で購入していただけます、うん、そしてさらにこれがすごい、120日のフリートライアル期間で返金保証付きということで、季節をまたいで寝心地や体との相性を自宅で実際にじっくりと試していただき、納得感を持って お選びいただけるものとなっておりますということなんですけれども、マットレス、さっきも言ったんですけど、買う身としてはマットレス、その店舗で試してみると、はいはいはい、寝心地ってその一瞬しかないんで、うん、なんか柔らかめなのを選びがちなんですよ。なるほどね、その瞬間だけ気持ちいいやつ。そう、122時間フリートライアルっていうのはマットレスが自分に合ってるかっていうのを確認できるんで、確かに睡眠にこだわってる人からしたらめちゃめちゃ嬉しいキャンペーンでございます。皆さんぜひ試してみてください。ということで、こちらですね、最後文字英語でスタンミと入れていただけるとサイトにある表示価格に対して 10% オフと、させていただきます。さらに10月28日までペイディというキャンペーン開催中で、さらに5000円オフになるキャンペーンが開催中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。これマットレス、今買ってみたいということは超おすすめです。122時間、返金トライアルやってるんで、一回買ってみて合わなかったら返金してしてください。いいですよね。すごい強気な。はい、それぐらい自信もある商品、ね、ということなんでね。そういうことだ。皆さん一回じゃんじゃん買ってみてください。では今回のこの企画の大取りに早速、はい、あ、もう移らせていただきたいと思うんですけど、はい、全然いいです。細野さんといたしましても、はい、チャレンジ、そうですね、チャレンジっていうか聞いたことがないやつなんでどうなるんだろうっていう。そうですね、最終的には僕のことをめまいとさせてほしいんですよ、はい、めまい寝るマットレスの前でめまいと。そうです、寝ない催眠術をかけてほしい。なるほど。の中でこいつの力があればねすごい叩いてる俺は寝るんじゃないかという。なるほど。で今回はもう実際に、それでやってみて、はい、リアルな結果が出ます、はい、その先には俺が寝てるかどうかは本当 50-50。 はい、そうですね。良すぎる待ってじゃあまあこの横になってもらって、今布団かけて枕してる状態なんですけども、その状態でいいんで僕の声をよく聞いておいてください。はい、聞こえてます。ちゃんと拒否はしてません。はい、吸って口から息を吐けば吐くほどどんどん力が抜けていきます。意識もどんどん遠のいていく。自分のペースで深呼吸していきましょう。そして3つ数えると深い催眠状態に沈んでいきます。1つ、2つ、3つ、かくん。さあもう体がどんどん僕の声だけがよく響いて聞こえてると思います。聞こえますよ。さあ、どんどん深
深い深い催眠状態に入っていきますが、ゆっくり10数えていくと、だん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 体中に力が入っていきます。で、だんだん元気になっていって、頭がすっきりさっぱり、目がパッチリ冴えていきます。今までのぼーっとしてる感じ、ふわふわしてる感じ、眠たい感じが一気に吹っ飛んで、目がパッチリ開きます。それではゆっくり数えていきましょう。10、9、8、体中の力がどん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 入っていきます。だんだん力がぐーっと入っていきます。7、6、5、4、頭のぼーっとしてるのがさっぱりと抜けていきます。3つ数えて手を叩くと目がパッチリ開きます。1つ2つ3つ。おはようございます。おい、はい、パッチリ。